なって思った。 私も見に行きたいな。肩紐感じ、これこれ買った。長袖の羽織が欲しいなと思って買ってみました。こんばんは。にゃん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 。こんばんは。ブライアンさん、たい焼きありがとう。ピノさん、たい焼きありがとう。高菜さん、たい焼きありがとう。福フェスでコラボできたねえ。それはすごい嬉しいコラボだね。本日はどんな一日？本日は、どんな一日だろう。なんだろう。今日も平和。かな。コラボでもっちゃんラップ絶対できん。マニキュア取れた。あ、そう、父の日やね今日は。まあ、昨日届いてしまったんですけど、私は父の日に送って、あの服を送ったんですけど、服を送ったら昨日服と自撮りが来ました。その私があげた服を持って自撮り、パパの自撮りが来ましたね。こんばんは、こんばんは。みたい。送ったら怒られるもん。怒られるもん。来た写真は今度撮って送ってくれるらしいよ。そうそう、受け取ったよっていうのを撮ってもらいます。で、私お母さんにね、ずっとね、あのマッサージに連れて行くって言ったじゃないですか。母の日だったっけ、母の日で。そしたらママがマッサージじゃなくて座椅子が欲しいって言ってて座椅子になったんですよ、結果。それがまだ買いに行けてないので、一緒に。ハンディオドンのじゃない、これじゃなくて、なんか座椅子が欲しい。なんかちょっと性能いい感じの座椅子買ってあげられたらいいなって。このハンディオドンは全然、ハンディオドンもいいけど、気に入ってる、ハンディオドン。そうそうそう、そんな感じだよ。ずっとね、小学生の時とかさ、母の日とかさ、あんまお小遣い持ってなかったから、めっちゃマグカップとかあげたり、カーネーションとか、なんかそんな感じだったからね。今はもうちょっといいものが買えて嬉しいです、親に。こんばんは、こんばんは。ポカのおたまめさん、たい焼きありがとう。コースケさん、たい焼きありがとう。はねもさん、たい焼きありがとう。としさん、たい焼きありがとう。欲しいものが一番いい。そうね、0円のスマイルでも十分に喜んでもらえた。ほんと、うんって。
にゃん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 。父の日、あ、バラ送るの、黄色の知らなかった。でもなんか送ってもあれだよね、送れないだろうな、なかなかお花。姉ちゃんとあかりんさんと一緒と、うん、めっちゃ可愛かったし綺麗だったよ。ももが好き、ももが好き。こんばんは、こんばんは。あ、お花を送るサービスあるんだ。そうなんだ。見に行ったみたいに。そうだね。そう話しとったんよ、それさっき。そう。いいよね。私も行きたいなと思って。羨ましい。こんばんは。でも私東京に会いに行きたいなって思ってて、お姉ちゃんになんか休みがあったら会いに行きたいなって思うし、お姉ちゃんと一枚はチェキを取るのがちょっと目標というか、一枚一緒にチェキを取りたいんですよね。特典会のでも特典会参加したことないからさ、わかんないんですけど参加の仕方が。なぜ1枚だけ、あ、1枚じゃなくてもいいんですけど、まあその1回は行きたいなっていう意味です。1回はその特典会に参加してみたいんですけど、私分かんなくて特典会のルールとか、そう買い方とか分かんないからどうしようってなりそう。でもまあライブは見たいなって思ってます。もうとてもクオリティが高いグループさんなので素晴らしく。参加されたら全員もうちゃん見えちゃう。みんな察して気づかないふりしてもらおうかな。めっちゃ怪しい。なんかさ、普通にさ、でも帽子してね、マスクしてたらさバレなさそう。お姉ちゃんのファンの方やったら多分モモのことを知ってる方の方が多いと思うんですけど、まあ確かに、確かにね、まあ、楽屋とかで撮ってもらえばいいんですけど。そうそう、女の子もね多いから、多分最後尾の札渡したい、もしくは売れた最高。やってみたい。ちょっと一番のファン層をもらいたいですね。お姉ちゃんから、もうなかなかそれはないぞってレベルのファン層をもらおうかな。例えばもう絶対ないって言ったら、無理、難しいのって言ったら、ほっぺにチュでもダメなんかな、加速特権使えないのかな。ただちま、ただちま。ステージに上がるはやばいでしょ。もはやファンサーなのかな。
もう本当にもう一番の一番も一番のね、ちょっとあの反差を反差っていうか、これは今までにないぞってぐらいの、あ、おんぶとかも確かにないね。おんぶはないんじゃない。その現場を見たいか。え、特典会って見えるの？見えるか。誰かがチキ取ってる姿とか見えるの？肩車って映るの？チキめっちゃ引かんと映る。あ、バッチリ見えて、あ、そうなんじゃ、じゃあもうバレるやん。バレるね、それは。お姉ちゃんじゃない方だったらバレないと思うんですけど、お姉ちゃんのファンの方には絶対バレるじゃないですか。あのお姉ちゃんじゃないアイドルさんのとこ行っても多分バレはせんやろうけど、絶対。前髪いい感じ、ほんと？ありがとう。バレるので、バレないんじゃないかな多分。うん、でも絶対お姉ちゃんのファンの方は分かるよ。ここのルームにも来てくれてる方もいるかもしれないし、そう、一回はねチェキが欲しい、取りたいみたいな。組体操のサボテン。お姉ちゃんなんかモテそうにないんだけど、もうのこと手離しそう、なんか怖い。お姉ちゃんに体預けるの怖いな、なんか。おもちゃんの後ろに並んでみたいな。サボテン、企画でメンバーの握手会に変装して並ぶってみたこと、え、ちょっとやってみたいよね、そういうの。踏まれる敵？何それ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。みょみょが好き、みょみょが好き。何時だい？あ、電気つかない。22時？あ、何時？まだ終わるとかじゃないよ。なんかね、ちょっとだけ歌おうかなって思ったけど、今充電が何パーかわかんない。手羽先さん見に来た。見に来た。いいね。ST メンバーだとすぐバレちゃうから、違う48のお話し会で変装して、あ、そうだね。ね、今日は眠らせようとしてないよ。今日は大丈夫。そう、でもこの時間やとあんまり歌えんけどね。寝てごめん、いいよ全然。眠らす配信だから昨日。
え、配信予約22時になってた。嘘。あれ？ごめん。ごめん。ごめんよ。なんかめっちゃボーってしながらやったんだ多分。あ、めっちゃフライングだった。嘘。許して。許して。もう一回45分ってやったつもりだった。ごめん。めっちゃポテッとしてたね。あ、今日さ、オープニングアクトだったの、さっきの15分が。オープニングアクト。研究生。ちょこそ眠れるためできるかな今日。ピチピチだ。まだまだピチピチやで。研究生のツアーって早いんだね。めっちゃびっくりしたもん。あれ、こんな早いのと思って。本編はだ、本編もももかがお送りします。本編は研究生じゃなくなったももかで今から今日カラオケするメンバー多いんだ。あ、そうなんだ。私最近昨日とかもしてるからね。7人だから。7人ってなんか本当、ね、びっくりした。私も2期生の時は結構16人でやってたから、ツアー。研究生ツアー懐かしい。懐かしい。ほんとオーバーチュア、オーバーチュアあるん？あったらいいけど、ないよね多分こっちさやん。そうなの？マカペラやばい。オーバーチュア全然覚えるとない。チュチュチュアユエスティフォーティエー。難しい。オーバーチュア歌うのめっちゃ難しそうなんだけど。仮眠してて遅れちゃう。おはよう。私が15分始めてしまったのよ、間違えて。まあ、4分だわ。英語だから、そう、英語だから。こんばんは、こんばんは。ママちゃんグループによって声が結構ね、ちょっと違うよね。リカバでオーバーチュアがランクインしたの伝説すごいよね。ちょっとね、スティーユのね、リクアマもちょっとだけ期待してたんですよ。オーバーチュアがあるかなって、入ってるかなって。全然入ってなかった遅れちゃった。全然大丈夫。わかる？ちょっと期待するよね。メンバー見れない。確かに。逆にでもどうなってたんだろうとか、入ってたらもうちょっと頑張って英語見るねあ、岡山ばあちゃん確かにびっくりした。確かに。でもよかったね、そのオキさんとリネタのよかった。めっちゃなんかそれはね、そう、確かに入ってないかな、出てない。大好きな人入ってんで、
おばちゃん歌ってる人メンバーで歌える子いるのか、イコツとかイコツとか歌えそう、発音いいから。選ぶの大変、もちゃんも言うとそうだったわ、忘れとった忘れとったわ。リップマイクね、メッキューさんもカラオケ配信の時よく歌って、え、オーバーチュア？すごい、もう全然覚えれてないよやばい、ちゃんとオーバーチュアの歌詞も聞き終わらんと。Are you ready? じゃん。わかんない。ねえ、瞬間しようと嬉しかったね、やっぱり。そこだけとか言わんのよ。そこだけとか。じゃあじゃあじゃんじゃんなんかあのファンの方が言ってるあのやつね、まだ言えない。ファイバーとか全然言えないの実は。Are you ready? ってどういうこと？準備はいい？ってこと？全然違うかも。なんだっけ？やってるうちに覚えるの？そうなの？合っております。よかったよかった。よかったよかった。みんなはファイバーとか言ってるやつはもう全部完璧に覚えてるの？言いたいことがある、言いたいことがあるんだよ。やっぱりどうちゃなかわいいよ。好き好き大好き、もっと好き。俺が生まれてきた理由、それはおすに出会うため。世界で一番愛してる、愛してる。合ってた合ってた、あ、覚えてるの。もうか誰かさ、あ、惜しかった。どこ間違えてた、どこ間違えてたちょっと間違ってた。どこどこあ、その場の雰囲気大体合ってた？いや、私あのみんなミックス言ってる時なんか誰かはねごまかして言ってるんじゃないのかなっていつも思ってる。じゃあじゃあ、でもかは全く覚えられてないから。好き好き大好き、俺が生まれて、それはももかにありがとう、ももかにありがとう、やっと見つけたお姫様。好き好き大好き、やっぱ好きか。私なんて言ったなんて言ったんだろう。
ライブ行ってる間に覚えたの。そういうことか。とりあえずイバーってイバーネバーって言ったらいけそうよね。ごまかしたらいけそうよね。そうよね、コロナでさ、そのずっとなかったから、そう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 、そうだよね。もうかもね、その最初の方は聞いてたけどすぐ聞けなくなってしまったので、最近の方が覚えてきました。じゃあじゃあ、そう、最後のじゃあじゃあ、なんとそれは本当そう。あれと愛した人生、あれも世界です。愛してる、愛してる、愛してる。ね、夢時からね、それが聞けるから好きなんよね。コールでおーちゃんっていうタイミング間違えて一人だって恥ずかしい。難しいよね、コールのタイミングって。本当思うかも、なんか自分がそのコールをするってなった時本当わからないと思う。あれいつだいつだってなると思う。にゃんにゃん、誰、にゃんにゃん、朝ツイートの写真、本当ちょっと最近結構写真がなくなってきてて、汗汗モードです。実はこれのお母さんっているのかな。そうね、グループさんによって違うもんね。超絶可愛いの後に誰よりかブレる時、あーそうだね、なんか混じるよね、名前、本人の前でつまずいて。なんでなんでなんで、いいじゃん、返しよう、あ、何何って、ひなさんが返しね、モンスターしたい。オオカの方が言いやすい。確かに3文字の方が言いやすいかも。毎日返し写真ありがとう。いえいえ、写真を撮らなくても。待って、ちょっと充電見るね。今日の朝ツイートは、そう、あ、ユニバですね。アンナちゃんがたどりはモーちゃんを信頼してる。なんで嬉しい。あのね、アンピちゃんはね、よくね、半目になるって言ってたんですよ、よく写真が。だからあの撮れた後に、はいっていいんですよ。その方法で撮ってる人、腹を消す、うん、ちょっとだけね。ちょっと今日ね、後でみんなとや、みんなちょっとやりたいなって思うことがあるから、ちょっとしかやらんけど歌は夜で遅いと怒られるからね。まぶたきの瞬間、そう把握してるんです。人ってさ、これが携帯だとしたらさ、ポチッと押してさ、押す瞬間に「はい」って言ったら、みんな「はい」って言った瞬間にポーズを変えるんですよ。だからそれだったら結構携帯とかが重いと半目になっちゃうので、写真が撮れてから「はい」って言ったらみんな半目にならなくなる。
そう、携帯が重いんですよ、ちょっと容量とかの関係で。おばっちはあるかな。そうとか、メンバーをね撮るのが好きなんですよ、携帯とかで。だから写真とか褒めてもらえるとすごい嬉しい。いい感じって言ってもらえたら。え、めっちゃ懐かしいやつ歌おうかな。めっちゃ懐かしいやつ多分歌えると思うんですけど。あ、待って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 、難しいよ。あ、いやー、あった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 、うん、あ、会いたかったも歌おうか後で研究生っぽく。最近歌えない曲、そう、私がめっちゃ前でユニットでやってた、やゆちゃんと一緒でにユニットをやってたやつなんですけど、めっちゃ久しぶりに歌おうかな会いたかったもいいよね、初々しくて。やっぱこんばん、こんばんは。めっちゃ前だよね、でも。めっちゃ前だよ。目と目が合ったその瞬間に、見えない手が伸びてきて、何か大事なもの盗まれた。私はじめは気づかなかった、胸がスースーして、穴が難しかった最初歌ってたらあと間に合わなくなっちゃう二人の歌はいたから。愛とはいつも鳥があるもの、守りながら傷ついて、赤い目の見方がわからなかった、心が幼すぎて時は止まらない。
もしも君がパロならこの髪に飾ってずっと眺めるだけでいい。指も触れずに。もしも君がパロならここで見届けさせて、花が枯れても落ちても君の懐かしい。充電しながら話そう、歌いながら。そう、やよちゃんとさずっとやってたんですけど、このユニット遅刻で、もういつもね、あのこうやって近づくところが振りであるんですけど、そこでもうやよちゃんとチューしそうなくらい近くていつもそこでニヤニヤしそうになった気がする、気がするっていうかニヤニヤしそうになってた。あのかっこいい曲だから、なんかニヤニヤっていうよりはちょっとかっこよく決めなきゃいけない曲なんですよ。だから顔面パイの中、いやあれは本当に申し訳ないよ、本当に申し訳ない。そう、結構顔を2人で近づけるでいつも一緒にやってました。この曲はね、結構めっちゃ集中しないと振りを間違えてしまうんですよ。だからめっちゃ集中してた、いつも。でも実は初恋の仮も同じ感じで難しくて、そういう意味ではガイドの時に、そう、四国公演のユニットで一緒にやってた。もーちゃんが近寄って、え、一緒に近寄ってたんだよ懐かしい。そう、四国でねやってた曲ですね。そう、でもなんかこの曲をやってた時はまだね、あのすごいこの曲大人だから、その時はわかん、どういう表情すればいいかわかんなくて今の方がもうちょっと感情を込めて踊れるのかなとも思うね。なんか昔は切ない表情が苦手で、とにかくニコニコするのしか得意じゃなかったんですけど、最近はなんかあのニコニコじゃない、あの切ない表情も上手くなったねってお母さんとかに言ってもらえるようになったので、ちょっともうちょっとねもうちょっと大人な表情でできたのかなとも思う。今ならまたやりたいなって。年齢が曲についていき、いや今でもね、あのいろいろなんか大人の曲とかまだそこまでそのついていけてるかわかんないんですけど、そう、切ない表情うまいから意外。本当ありがとう。今はすごい逆に切ない曲とかを表現するのが好きになったのよ。でも昔わかんなかった、なんかどうしたらどうやって、なんか真顔みたいになってたよね。そう、昔誰とやってみたい、でもトゥーローズさんもかややちゃんがいいややちゃんがいいそう、今できる大人っぽい表情あの絶対大人じゃないよって今突っ込んだ、誰か思ったでしょ。
レイナウン出てた音だった。ヤヤちゃんカムバック、そうだね、カムバックでちょっと一回やりたいですね。今の表情がまあモモね、強い表情がね子供っぽいんですよもう一回これでいいの？さっきのでよかったの？全然あ、セクシーザビエル、セクシーザビエルやけ。メール、最近のメールの写真大人の感じ。本当ですか？ありがとうあれ、タイタイコラブさんのさ、ナータンさんの曲歌いたいな。カラオケでたまに歌うんですよ。現役アイドル中歌いたいな。でも前回さ、ねえねえ教えてっていうところ失敗しちゃったんだよね。成功するかな頑張ろう、頑張りましょう。多分止まらないはず。止まったらごめんね、 20% のお知らせで。いくよ。鏡をチェック、最高の笑顔届ける才能に甘えないの、努力が大事よ。ちゃんとお勉強して、ちゃんとお片付けする。だって私はそうアイドルだもん。好きなタイプは私ご大好きで、真面目一途な人、二人が君だけど今じゃない。汗ボタンはもう大人だけど、君だけのものになれないの。あごめん、いつまでも好きでいて、約束よ好きだ、わがままなお願いね、みんなのものでいたい。それでも私のこと好きで大好きだ。ピンク色のフリフリスポットライト見て、いつかきっとね、君だけの私に今はまだ歌いたい。現役アイドル中、ワクマのようかをスクラブもして、お気に入りにバックしちゃうんだ。キラキラメイクは今日もバッチリ、やっと君とデート、ちょっと話せるだけなのに、なんかドキドキ。ももたんはそう早起きして、普段の時間を楽しみてるから、握手会コンサート会いに来ていくよ。君のハッピーなその顔ずっと覚えているわ。今週も来週も会いたいの、会いに。おしゃれなお洋服も準備して待ってるね。会えなくても頑張ることをいつまでも好きでいる。オフィシャル両思い、ちょっと間違えた。赤と振動混ぜた人にありがとう。こんなにキュートな私でグー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 レース
になってもこのままここで輝く。ねえねえ教えて、おもたん今日もかわいい？かわいいよ。いつまでも好きでいて約束よ。好きだ私だって君のことずっとずっと大好き。一生私のこと好きですか？ピンク色のフリフリスポットライト見ていつかきっとね君だけの私に今はまだ歌いたい現役アイドル中。って言おうとしたら失敗した掛け声みたいな。めっちゃかわいい、ありがとう。なりささんのことがすごいよね。あの配信でアンノーンをうんぬくぬって言ったやつが曲にも入ってるとかすごいよねだからそこが好き。そうめっちゃ好き、いい曲だし、うん、にゃん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 。初めて聞いたけど可愛い曲。そう可愛い曲なの。あの子コンプレックスいいよね。いっぱいいい曲あるよね。なんかキャこれに対抗できるのはワルキーしかない。ワルキーも歌いましょうか？うん。止まんないか。まだ大丈夫だ。画面触ってる時の声が、嘘待って、絶対気抜いてるよ。え、じゃあ会いたかった歌ってから、ももき歌って、今日はもう一個やりたいことやろうやろうっていうか。ちょっと研究生らしく、あ、会いたかった歌おうかな。そうしよう。ほいほい。漕ぎながら坂を登る。風に膨らんでるシャツも今はもどかしい。やっと気づいた本当の気持ち、正直この道を走れ。好きならば好きだと言おう。ごまかさず素直になろう。好きならば好
ずに素顔のまま木漏れ日のトンネル夏へ続く近道さそんな上手に話せなくてもストレートでいい気分だし研究生ももちゃんだった？会いたかったもん。四国のガイドの時にずっとやってたんですよ。実はあのオーディションもあの会いたかっただったんですけど。素直になろう好きならば好きだと言おう胸の内さらけ出そうよじゃあももって言ったか止まらないかなコメント欄コメント欄見てるよ歌いながらももちゃんと大丈夫そうだな好きならばこんばんはこんばんはではでは行くよ誰かに持ってほしかっただからちょっと頭を絞ってハートをつってみた甘いため息ひとつしっかりと見ておねだりするのももち
クワクしてるわ、上腕二頭筋ってセクシーだね、これを持って男らしいマッチョがタイプよ、でも本当はそんなことないけど、じっと見つめを立ててあげなきゃ、何にも釣れないわ、こっちが頼むじゃなくてやらせてくれって頼まれるように、ももき牛肉に抱かれたいの、いつの日かどこかで私のために頑張って、牛肉に抱かれたいの、折れるくらい強く胸が熱くなるよ、腹筋だって割れてるし、これも待って立ち上げながら試すように反応を見るわ、ももち牛肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましい髪手に痛いのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるわ、上腕にとき打ってセクシーだね、全部持って持ってくれてる、ほんと？でももうかさっきバックスをちょうどあったから差し出したけど、めっちゃ軽いよもう軽すぎるよスカッて、どのくらいマッチョがこの腹筋そんなこだわりはないですよ、もう絶対マッチョじゃなきゃやだなんてないですよ、おしゃんの本当おしゃんかないくらだよ、ほんとシックスパックじゃなくてごめん、もうかシックスパックだな、ごめんね、うんごめんねって嘘だよ、かわいさなくて大人っぽさんで、ほんとありがとう、うん、紙に書いたやつお姫様抱っこできるお姫様、眠れなくなる、嘘包容力、それは大事ですね、包容力、今日やりたいのはなんとこちら、何それ、なんかあのホイップクリームみたいな、あの食べれないホイップクリームみたいな、絞って可愛いパフェ作ろうみたいな
まあこういうさ、こういうのができるよみたいなやつなんですけど、パフェ。絶対ねうまく作れないんですけど、まあやってみたいなと思ってちょっと買ってみました。100円ショップにあったので。キャー、視聴者プレゼント。え、全然視聴者プレゼントもらってくれる？逆に下手くそでも。ももまささん、ラブレターありがとう。高野さん、たいやりありがとう。まおろしさん、だるまありがとう。隣のとのさん、だるまじゃない、たいやりありがとう。ジドくんさん、たいやりありがとう。まぴょんもっぴんさん、音符ありがとう。こうじさん、音符ありがとう。 TX さん、結婚してありがとう。まさたくんさん、たいやきありがとう。かずきさん、たいやきありがとう。ゆうさん、はたありがとう。ゼータンさん、たいやきありがとう。たくあんさん、たいやきありがとう。ジュリボーさん、たいやきありがとう。ドラガンさん、ミラーボールありがとう。かみどりさん、かわいいありがとう。マッキーさん、たいやきありがとう。せんやさん、かわいいありがとう。まさひろさん、たいやきありがとう。ナミフィーさん、たいやきありがとう。ニューチャーさん、たいやきありがとう。ブライアンさん、たいやきありがとう。コウスケさん、たいやきありがとう。ポカのわたあめさん、たいやきありがとう。羽山さん、たいやきありがとう。猫舌監督さん、たいやきありがとう。もらうどころかよありがとう。これペリペリ剥がせん。来るからありがとう。こちらこそ。では作りましょうかね。ぶっかけるん。パフェの入れ物。でも多分すぐ作れると思う。どれぐらいで乾くんだろう。なんか前こういうのがすっごいおもちゃが欲しくて、こういうキットみたいな。これは何？あ、これで絞ってねってやつか。なんか絞る。ん？ん？あ、これも外さなきゃいけない。これも外すの。ま、ということだ。うん、これパフェカップや。にゃーにゃーどういうことなの？わかんないよ。え、だって絶対違うもんね。あー、どういうこと言ってるのこれは。やばい、始まらないんですけど。もう絶対これ外すんだと思う。これつけてじゃないと、いや、うん？もう挫折しそうもん。あかんって。説明書ないんだもん。お子様の届かない場所で使用してください。水やらいってこと。固まって取れなくなる場合。ほら、注意事項しか書いてないんだよ。どう思いますか？だって書いてないんですよ。取れない。よっしゃー。力
がなかった力がなかった私の。取れました。よし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 、できてるぞ。これでよし。ん？あ、キャップ取らなきゃ。キャップを取ってこれをネジネジする。よし、できた。ほできました。パーツはこれ何？パインとバナナとみかんとリンゴです。すごいリアル、バナナ。桃なかったそう、桃なかったんよね。これどうやってやるんだろう。なんかさ、ちょっと一回ここに出してみていい？あ、おできた。よし、挑戦。なんかね、でもめっちゃ柔らかいから形ができるか不安。なんか少ない？もっといる？難しい。あ、あ、お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 、いい感じになったぞ。いい感じなのかこれは。なんかいい感じか難しい。よし、なんかね、硬くないんよ。なんか柔らかくて形がね難しい。ちょっとでも下手くそになっちゃった。もう一回、もう一個チャレンジしそうしよう。なんか下手くそになった。もう一個作ろう。いい感じ。なんかね、成功なんかな。ちょっともう一個作ってみ。最初は多分適当に入れたらいい。難しくなってきた。力加減が片手だと。ちょっと待ってね。まずこれくらい入れて、これくらい入れて、中いけてる？なんか難しいね。
これ乗せていこう。できた。お、いい感じだよ。見て。ほらほらほら。リンゴなんかでかいんよね。ほら。でかくてね。いい感じ。あーん、はい、あーん、食べるの？食べるの？食べるの？みんな、これめっちゃボンドみたいな味するよ。見て、ほら、最初よりは、最初よりは、わーわーわー、危ない、倒すとこだったー、ひゃー、これいつ固まるんだろう。一日ぐらい時間。そう、固まるんだけど、多分一日ぐらい時間いるんじゃないかな。また固まったら見せます。今はね、多分へにょへにょんだよ。めっちゃ1個目下手くそだ、ほら。でもこれこっちは。鼻に突っ込んではダメ、絶対。肌につけちゃダメだよこれ。イエーイ。一個目食べかけ、そう、なんかあの溶けてきたパフェ、こっちはなんか溶けてきたパフェ、こっちはうまくいったパフェ。つまみ食い、そう、鼻が、そう、これ鼻につけた、もうやばい。左もね、これ、ちょっと乾かそう、乾かして綺麗に乾いたらみんなに見せよう。香りはね、ほんとボンドみたいな、もう紅葉ボンドの匂い。これ拭かないと。やばくない？炒めとるけど、そうだね。でもこういうおもちゃがずっと好きで、うん、欲しかった。これめっちゃリアル。リンゴ。ほら、かわいい。ひなぬるなも食べてないよ。
うさりげんか、そう。シルバニアファミリーはね、今ちっちゃい頃から持ってなかったのよね。何持っとったかな。ポポちゃんバブじゃない、ポポちゃん持ってたよ、ね、私。モカが巨人、確かに巨人。どういうやつが手に書いたらペリッと、どうなんだろうね、剥がれないのかな。でも書くのが 1日かかっちゃうから、ペリッとするまで1時間待たんといか。進撃のおもちゃ食べてやる食べてやるぞ、ももこごみをハムと。食べてはやばい、食べてはやばい。もーちゃんになら食べられてほしい。いいんかい、いいんかい。駆逐しないで、ちゃんと焼いててとかやだやだやだ、叩きが美味しいよとか言わんで、あーちゃん食べられるの方やだ。食べるより、あの食べないですけど、食べるよりあのみんなと話した方が100倍楽しいので、嫌です。今日なんかストックないよ、今日煮た方が。やだやだやだ自分から冗談で言ったくせにね、いやっていう叩きは嫌、ごまだれも嫌いやー、全部嫌全部嫌だ。わら焼きも嫌だみんなと会った方がいいから、会った方が楽しいから嫌だ。おのりの絵も嫌だ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 、なんかめっちゃごねてる人みたいになっちゃった。ブトンさん、たい焼きありがとう。まぼろしさん、たい焼きありがとう。ジェリボさん、たい焼きありがとう。ニモさん、たい焼きありがとう。トシさん、ハートありがとう。マピョンピーさん、星ありがとう。ジェリボンさん、たい焼きありがとう。ユウさん、かわいいありがとう。ドラガンさん、ハートありがとう。タカチさん、星ありがとう。部位によって調理がやだ、みんなダメよ、食べられたら。ポップコーンになったら食べてく、やだ、みんなのことは食べません食べません。15分くらいになったら読むね。
ばんこんばんは。全国ツアーだけは行くすか。他その後も来てよ逆に。そうだよ、ももこ組いなくなるよ。誰一人いなくなってしまうからやだよ。強者か、強者じゃないから安心して。大丈夫だよ、ももちゃんはちっちゃいから。確かにもう誰一人ファンの方がいなくなっちゃう。ももこ組ももかさんが美味しくいてスタッフがいただきましたみたいに言うやん。怖いよ、怖い。25日の旅行。いやもう来て。そうだよ、よく考えたらやばい話だよ。ダメだよ。中の中で聞かない。誰が美味しかったか誰知らないよ。中の中に行けば全国ツアー公演行ける。うん、全国公演は行けるけど。行けるけど。俺食べたら口内炎2、3個できる。いや結構それはきついな。いまいちだったのって。健康診断ダメだったら美味しくない。そうなの。いやー、食べきれなかった時はエクトーク。そんなもうマジで料理みたいに言わんで。食べません。巨人じゃないもん。巨人じゃないもん。にゃん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 。飛行臭。全否定。エビサワさん、たい焼きありがとう。ミンミンさん、お花ありがとう。ケンさん、たい焼きありがとう。ナオキさん、たい焼きありがとう。ユユユのユさん、たい焼きありがとう。ゼータンさん、バラありがとう。なんだろうこの展開、ほんとよ。なんだ、さっきまであんな可愛い歌ルームだと思う。ほんとよ、怖い怖いよ。時を戻して平和にしましょう。平和な、今日可愛い曲いっぱい歌ったのに。可愛いパフェも作ったし、可愛いパフェも作ったし。懐かしくなった、歌歌ってる時が。パフェからか、うん。握手再開したら食べられないように、うん、気をつけて。かわいい感じかな。ね、そうだよ、今日は可愛い感じの曲と可愛いパフェ作って、
可愛く終わろうって思ったら進撃のももちゃんで終わっちゃう。でももう進撃のももになりたいなって思ったことはないけど、吸血鬼になってみたいなとは思ったことあるよ、ちょっとだけねこんな時間を最後に、お時間お時間だ。座れるのが「チスタロか」って、そう「チスタロか」ってまあアニメ見てちょっとだけ憧れたんですよね、ヴァンパイアに。またホラーホラーになるでは読みましょうかね。ヴァンパイア騎士、そうまさしくそれも見たのよ。それ見るとやっぱ思うよね。ニコニコマークさん、トトイありがとう。ケンさん、たい焼きありがとう。ユミサムさん、たい焼きありがとう。では読むにょん。13位のタカピさん、ありがとう。今日もかわいいもーちゃん、ともちゃんしありがとう。こちらこそありがとう。ジュニーの幻さん、ありがとう。あ、ときめきトゥーナイトね、あるね。11位のケンさん、ありがとう。ジュニーのマッピョンオンピさん、ありがとう。ガイド時代の曲が聴けて嬉しかった。よかった。懐かしかったね。9位のピノさん、ありがとう。8位のコウスケさん、ありがとう。7位のコウジさん、ありがとう。モーちゃんが世界で一番可愛い。桃のまましぐら、ありがとう。ずっといてね。6位のジェタンさん、ありがとう。桃の可愛い歌声好き。ありがとう。お、褒めてくれてありがとう。5位のトシさん、ありがとう。今日はなぜか言いたい、モーカが世界一好き。おお、世界で一番、いただきました。嬉しい、今月いっぱいだね4位のドラゴンさん、ありがとう。トゥーローズ聞けて嬉しかった、大好きよ。ありがとう。好きってね、前から言ってくれてたもんね、ありがとう。3位のミユさん、ありがとう。今日もカラオケ配信ありがとう。今日は寝れそう、よかった。昨日はガチャガチャ見たありがとう、ゆっくり寝てね。2位の推しメンななみん NM さん、ありがとう。1位のももまささん、ありがとう。ありがとうございました。面白かったです、ありがとう。7月のガチャガチャ見たのか、いいね。今日もありがとう、こちらこそありがとうございました、見に来てくれて。また話しましょう。おやすみ、バイバイ ちなみに明日から月曜日だよ、バイ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 。最後にやりやがったなって思ったでしょバイバイ、応援してるから、ほんとちゃんと応援してるから、私も頑張るよ仕事。クリオネさん、たい焼きありがとう。リオさん、たい焼きありがとう。バイバイ、一緒に頑張ろうな。バイバーイ。